ここはアビス・オブザーバトリー、アビス下院問題といって、いろんな研究所や教育機関、そして大勢のクリエイターが協力して作られた海と地球についてのバーチャルミュージアムです。今日はここの中で、クジラやイルカたちと遊んでみましょう。まず橋を渡って、この両側に、アメリカの海洋大気局の NOAA の観測船や、フランスの、クスト船長の、カリプソ号が止まっています。これがカリプソ号ですね。潜水円盤が後ろに乗っかっています。から先がいろんな海、沿岸生態系を表している展示なんですけども、その中で、マングローブの森、そこから海の中に降ります。そこはサンゴ礁ですね。こんなふうにサンゴ礁が広がっています。クジラの歌声が聞こえてきました。ザトウクジラですね。これに乗ってみましょう。また通路に戻りますね。もうちょっと先に進んでみると、また別のクジラ、シロナガスクジラがいますね。これに乗ってみましょう。ここはジャイアントケルプの森。いろんな生き物がこのジャイアントケルプを住みかにしています。で、その先にはマッコウクジラ。マッコウクジラはとても深いところまで潜って、ダイオウイカなんかを食べてますね。この深いところには、深海の微生物研究所があります。そして、熱水噴出孔を調査中の未来の潜水調査船がちょうど熱水から、採水しようとしているところです。ここには別の潜水船がありますね。こちらで、マッコウクジラが、ダイオウイカを捕まえているところですね。それで、またもうちょっと先に、ここには、テクタイトという海底居住基地があります。ずっと昔に海底大陸棚に居住する実験が行われたところです。ここでじゃクジラじゃなくて今度はイルカに乗ってみますね。こ
安藤いるか、安藤いるいるか、アノレタヤ君だ。ここにジャンプができます。この縞模様っていうか、これはマイルカですね。から体の大きなゴンドウクジラがいます。これはテクタイトっていう海底居住基地ですね。初めて、女性だけの海底居住実験が行われたこともあります。これですね、こんな風に、アビス海問題では、この地上以外にも上空の方に様々な火があります。